まあ、やっぱり何としても届きで開催したいっていうのは、生の試合を子どもたちに見せてあげたいっていう、まあ、ところだけですね。歓声だったりとか、あとは太鼓の音とか、やっぱり見せてあげたいなっていう一心で作ってましたね、今日まで。はい、上手上手、なびかせてなびかせて、パタ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 。すごいね、みんな。子供たちっていうのは、ああいった部屋っていうのは絶対必要なんです。人によってはずっと長居をねできなくて飽きてきたりするときにちょっと遊びに入ったりとか、覚醒レベルが上がったりとか落ち着きがないとなったときに入ることによってカームダウンするとかで落ち着かせるとか、もういろんな使い方ができるんですよね。それともう一つ、親がやっぱりサッカー大好きだけども、やっぱりお子さんがね障害をお持ちでなかなかねこういったスタジアムに来れないと、それぞれの部屋で遊んでて、で親たちはもうずっとね見にも来なくて、あのそれぞれの部屋にでずっとねサッカーを観戦させしてるというレスパイト的なね、あの役目っていうのにも使えると思います。ですね、この子をあのまだここの競技場に連れてきたことはなくて、なんか一度あの見に行きたいなと思ってたんですね。でちょうどいい機会だったので、あの参加させてもらいました。あの安心ですね。あの応援席だとちょっとこの子があのどういう風になるか分からなかったので、すごく安心して見てられますね。あの空間的にすごくリラックスできるので、うん、親の私たちも安心して見られるんで、ありがたく思ってます。やっぱりなんか周りも何らかのこう、ね、病気だったり障害をお持ちの方が多いので、なんかこうお互い配慮してなんか安心して参加できて、やっぱりあの地元のチームがそういった取り組みをしてくれてるのが何よりも嬉しいですね。市の方でも共生社会ということで、まあ、そういったこう障害をお持ちの子どもさんですとか、まあ、そういったあるなしかかわらず、まあ、あの楽しくスポーツに親しんでほしいというところでやっているので、こういった企画というか取り組みというのは非常に我々もあの嬉しく思いますし、でこうやって楽しんでるお子さんを見ると、まあ、本当にやってよかったなというふうに思います。我々としてもどうしても行政だけでやることっていうのは限られているので、皆さんで協力してこう何か作っていくっていうのは我々としても非常にこうそういったことで進めていきたいというふうに思っているところですので、非常に我々としてはこういったものはすごい一つのいい成功例かなというふうに考えています。最初の時はですね、川崎市さんとロンターレさんとそれから INA さんとスツさんと JTB でやったんですけど、今回あのリタリコさんが入っていただいたり、それからあのいろいろな方たちがですね興味を持ってあの取材に来ていただいたりということで、どんどんとあのまた企業と参観民と関係連携をしてやれればいいなと思っています。あの私たちも結構このユニバーサルサービスっていうのすごくあの会社としても力を入れてやっております。2019年の最初始まった時からですね、飛行機にも乗っていただいて、リマーサルツーリズムとしてこういう活動に参加していただきみたいなのをやっていきたいということでスタートしたと思いますので、今回もこういう形でやれてよかったなというふうに思ってますし、今後もますますですね、まあ、いろんなお客様に乗っていただきたいということで、リマーサルサービスを収録していく領域ですので、引き続きやっていきたいなというふうに思っています。まあ、我々あのプリプリパレートっていう発達支援に特化した雑誌なので、全国の保育園とか子ども園の先生方が主にご用意くださってるんですね。やっぱり発達支援
に特化している雑誌というのを、先生以外のところっていう方々にもぜひ知っていただきたいなと思ってまして、前任の者がさせていただいて、つながりができて、素晴らしい取り組みというのを聞いておりまして、今回一からこう一緒にやらさせていただけて、非常にありがたいなと思っております。今回久しぶりにといいますか、等々力でリアルの試合の先生分観戦というものを実現することができまして、やっぱり当時から企画に携わったものとしてはすごい感慨深いものがありました。特に今日はすごいユニフォームを着て親子で来てくださって、すごいリラックスした環境でやっているのを見ると、やっぱりやってよかったなっていうふうに改めてといいますか再認識したと思います。我々が初めてセンサリーブーム始めたのが19年で、その後じゃあ今度広島のスタジアム構成でそういう話ができるとか、我々がやった対戦相手がちょっとやってみようかなみたいな、そういうきっかけになって J リーグ全体に広がっていくっていうのが、我々が持っているその役割の一つであるなと思いますし、それが継続する意義かって思いますね。もうそれだけですよJ リーグ全体に広がってくれて、日本全国の子供たちが最寄り駅に行く感覚で、こう、Gリーグのスタジアムに行けたら、それは素敵なことだなって。